新年明けましておめでとうございます。今日はこんなスタートで、皆さんとお目にかかっておりますのは、私なりに和事の進めを念頭にお話しできたらいいなと思って、恥ずかしながら私が親しんでいる和事のご紹介とともに、新年初めての動画を撮らせていただきたいと思いました。私はお茶を40年以上続けていますが、でも本当にしばらく嫌いでした。なんでこの角度じゃなきゃいけない、なんでこの畳の目じゃいけない、なんでなんでなんでと思うことばかりで、本当に楽しくなかったです。それでもなんでこんなに続けてきちゃったんだろうなって思うと、奥行きを見てからですかね。こうでなければならないっていうことをひたすら守り続ける、まあ、私は反逆時で精神的にも反抗的だったから、なんでばっかりで、本当に多分先生もやりにくかったろうし、まあ、実の母であったり、母が手を焼いてよその先生に預けてくれたっていうことが、まあ好きになる転機ってはあったんですけれども、やはり名前がある中ではなかなか身につかなかったし、好きにもなれなかったけど、黙って素直に言われたように手を動かす、それを繰り返していった中で、ある時気がついたんですよね。本当に急に舞い降りてくるように、最高に美味しいお茶を出すことの意義とか意味とか、その楽しさとか、なんて言ったらいいのかな、これは多分私が独自の解釈をして、反抗的な気持ちばっかり持ってたら絶対出会えなかった私の浅はかな脳みそ丼、その空間でしか判断できないものしかきっと、出会えなかったんだろうなと。まあありがたいことに母が手を焼いて私を他の先生に預けてくれたことが、私にとって黙って楽しめる、お茶を素直に取り込める、まあいいきっかけになったんだと思います。もし母の手だけにあったなら、多分好きだって思えないまま、素晴らしいと思えないまま来たかもしれない。まあ根本的にやめなかったから、何か惹かれるものはあったんだろうなと思いながらも、本当に、掘り下げるとか深めるとか、真髄を、まだね真髄まで行ってないですけど、それを知るっていう入り口に立つっていうようなことが、そのこの茶室という宇宙みたいな中で、感じられた瞬間が、もう1秒でもあったら、私の世界そのものも広がるんだなっていうことを
まあ、体感したんですね。なので単に着物を着ることが楽しいというだけではとどまらない、何かを見せてくれるんじゃないのかなっていうふうに思います。若い頃はお客様にいっぱいお茶をやってる方がいたけど、どこかで見栄の張り合いだとか道楽という2文字が頭をもたげてですね、すごくうがった見方をしていました。でもそういうことではないと、何かが見えた瞬間にそれを感じて、それまでの自分をすごい反省したし、浅はかだったなっていう学びを持つことができたんですね。たったその一瞬のために10年も20年も30年も時間を費やすってなんだろうと思いますが、それが和元の素晴らしさかな。それを見てからはもう車中のみんなとその瞬間を味わいたい一心でお茶を続けています。決して上手じゃない、間違いもたくさんあるとは思います。ここにこんな動画を撮ったのも、こんな拙いお茶でも美味しいお茶を出したいという思いは私なりにいっぱい持ってる。そうすれば素直に指摘されたら、間違いを指摘されたら直せばいいし、美味しいお茶一杯に一服に、それだけに素直に邁進するという時間、なかなか持てないそういうピュアな時間っていうのを持つ楽しみっていうのが私にとっての和元なんですね。これは多分それぞれにそれぞれの形があると思いますが、新年年頭にあたって、そんな世界もあるよと、お茶もそうだし、和楽器もそうだと思うし、もうこれは何の世界でも極めていくっていうか、掘り下げていくっていうことはみんな一緒かなと。でも多分この動画を見てくださってる皆さんは着物を嫌いな人はいないはずなんですね。着物の好きなあなたが着物に親しみながら、自分を掘り下げる旅に出る、それが和元であったら嬉しいなと思って今日の動画を撮りました。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。